どうもです、つくもやよ。2月29日今日の落葉は全焼、急ぐが勝ち、午前は吉で午後が凶、時間は水の絵、絵画を示す陽の水、種が地面に落ちて春を待つ状態を示してる、十二支はたら陽の木、春が来て万物が再び活動を始める状態を示してる。ほんでこの十巻と十二支からおよ五行を読むと、水晶幕、木は水に養われるいうことで、そうせ物事が順調に進む行けや、戦勝で創生ってなんや経験やさそうやけど、これらを踏まえてどうすべきかはおんとさんしたね。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたねー。